北朝鮮と聞いて皆さんがイメージするのは、金正恩政権下での核開発、厳しい情報統制、そして国際社会との緊張関係かもしれません。しかしその政治的な側面だけでなく、一般市民の生活に目を向けると、北朝鮮のもう一つの顔が見えてきます。この動画では北朝鮮の家庭事情に深く潜り込み、その実態と国際的な位置づけを明らかにしていきます。当チャンネルでは朝鮮関連の情報を発信していきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは見ていきましょう。北朝鮮の経済的格差は同国が直面する最も深刻な社会問題の一つです。経済改革や市場の部分的な導入によって、確かに一部には富裕層が出現しましたが、その恩恵は一握りの人々に限られています。一方で大多数の国民は依然として深刻な貧困に苦しんでおり、特に都市部と農村部間の経済格差がこの問題を一層際立たせています。北朝鮮の首都である平壌をはじめとする都市部では、政府高官や軍関係者、国有企業の幹部、あるいは外国通貨を獲得できる職に就いている一部の市民が比較的豊かな生活を送っています。これらの人々は輸入品の食料品、高級消費財、さらには外国の映画や音楽へのアクセスなど、一般市民が手に入れることのできない豊かな生活資源を享受しています。対照的に村落では農業や炭鉱が主な生計手段でありながらも、肥料や適切な農業機械の不足、劣悪な灌漑設備などにより生産性は低く、多くの農家が極度の貧困状態に置かれています。また非公式な市場での小売りなど、政府の監視の目を逃れて生計を立てる住民もいます。そして地方の住民は健康や教育といった基本的な公共サービスへのアクセスも非常に限られており、医薬品の不足や学校の設備不足が深刻な問題となっています。このような経済的格差は北朝鮮の政策と経済システムにその原因があります。市場経済への移行は部分的であり、政府による統制が依然として強く、市場活動の大部分が非公式、あるいは非合法の形で行われています。このため経済活動に対する政府の介入と不公平な資源配分が格差の拡大を促進しています。また国際的な経済制裁が経済に大きな打撃を与え、一般市民の生活水準をさらに低下させています。外貨獲得の手段が限られ、輸入品の価格が高騰する中で、富裕層と貧困層との間の経済的隔たりは一層拡大しています。経済的格差は単に経済的な問題にとどまらず、社会的な分断や不安定をもたらす重大な要因となっています。貧困層の間では基本的な生活必需品へのアクセスが制限されることで、栄養失調や健康問題が深刻化しています。また教育機会の不足は貧困の連鎖を強化し、次世代にもその影響を及ぼしています。さらに経済的な不平等は政府に対する不満や社会的な緊張を高め、国内の不安定要因となっています。貧困層の間で見られる絶望感は時に脱北や反政府活動へとつながることがあり、社会全体の安全と安定を脅かしています。北朝鮮における経済格差の問題は単に富の分配の不平等だけでなく、教育や医療といった基本的なサービスへのアクセスの格差、そして社会的な地位や機会の不平等にも深く関わっています。この問題への取り組みには北朝鮮政府による政策の抜本的な見直しと国際社会からの建設的な関与が不可欠です。経済発展の恩恵を国民全体で享受できる、より包括的で持続可能な経済モデルの構築が求められています。北朝鮮が直面する重大な社会問題の一つとして教育と健康サービスも挙げられます。特に貧困地域においては質の高い教育と医療サービスへのアクセスが極めて限られており、これらのサービスを受けることが困難な状況にあります。経済的な理由から子どもたちが学校教育を受けられない家庭が存在することも、この問題の深刻さを物語っています。北朝鮮では全ての子どもに対して基礎教育の提供が義務付けられているものの、質の高い教育を受けることができるのは限られた人々に限られます。特に農村部では教育施設の不足、教材や教育機材の欠如、
教師の質の問題などが指摘されています。加えて経済的な理由で学校に通うことができない子どもたちも多く、教育を受ける機会の不平等が深刻な問題となっています。農村部の多くの家庭では、子どもたちが家族の収入を支えるために若いうちから労働を強いられており、これが学業の妨げとなっています。また北朝鮮における健康サービスも教育と同様に深刻な問題を抱えています。特に地方や郊外部では、医療施設の不足、医薬品の欠如、医療従事者の不足が指摘されており、基本的な医療サービスの提供さえも困難な状況にあります。国際社会からの援助物資も政府や軍に優先的に配分されるため、一般市民の多くがこれらのサービスを受けることができません。さらに経済的な困難により、多くの家庭が医療サービスの利用を躊躇することがあり、病気や怪我を放置することで健康状態が悪化するケースも少なくありません。教育と健康サービスへのアクセスが限られることは、北朝鮮国民の生活の質に直接的な影響を及ぼしています。特に子どもたちの発育において、教育の機会の不平等と基本的な医療サービスへのアクセスの欠如は、その身体的および知的成長に悪影響を与えています。また公式な統計はありませんが、富裕層の家庭ではより良い医療へのアクセスや栄養状態が保障されるため、子どもの生存率が高くなる傾向にある反面、貧困層では医療サービスの利用が難しく、栄養不足や病気による死亡リスクが高まるため、家族構成に影響を及ぼしています。このような状況は国の将来にとっても深刻な損失であり、教育と健康サービスへの投資が社会全体の発展に不可欠であることを物語っています。これらの問題への対処には国際社会の支援と協力が欠かせません。国際人道支援団体や国連機関などが教育機会の拡大や医療サービスの改善に向けたプロジェクトを進めていますが、政府による情報統制と協力の制限により、これらの活動は困難を極めています。北朝鮮国民の生活の質の向上と持続可能な発展のためには、教育と健康サービスの改善が不可欠であり、これらの分野への継続的な関心と支援が求められています。北朝鮮の教育と健康の問題は、現在の世代だけでなく将来の世代にも大きな影響を及ぼす可能性があります。十分な教育を受けられず、健康を損なうような環境で育った子どもたちは、将来の可能性を大きく制限されかねません。この問題に対処するためには、北朝鮮政府と国際社会が協力し、教育と医療への投資を増やすとともに、これらのサービスへの平等なアクセスを保障する仕組みを構築していくことが重要です。子どもたちの未来を守ることは、北朝鮮の将来にとって不可欠な課題なのです。食料不足の問題は、1990年代初頭の大飢饉、苦難の行軍と呼ばれる時期にその深刻さが顕著になりました。この時期には数十万人が飢餓により亡くなったと推定されており、以来食料不足は絶え間ない危機として北朝鮮の人々の生活を脅かしています。北朝鮮の食料問題は単に不作や自然災害によるものではなく、経済の低迷、政策の失敗、国際的な経済制裁、そして政府の資源配分の不公平が複合的に作用している結果です。国家主導の配給制度は機能不全に陥り、必要な食料を国民に行き渡らせることができていないので、主にトウモロコシやジャガイモといった基本的な食材に依存しており、タンパク質やビタミンが不足しがちな食事しか取れていません。一方で富裕層は国内外から輸入された食材や高価な食品にアクセスできるため、栄養バランスの取れた豊かな食事を楽しむことができます。また農業生産の低迷は、古い農法の使用、肥料や農薬の不足、適切な農業機械の欠如によるものであり、これらはすべて食料生産量の不足を招いています。さらに先ほども説明した通り、国際社会からの食料援助も政府による厳格な統制と配分の不公平さにより、最も必要としている人々に十分に届けられていません。援助物資が軍や政府高官、そして彼らの周辺に優先的に配分されるため、一般市民、特に農村部の住民は極度の飢餓状態に置かれています。北朝鮮政府は国際社会からの批判を避けるために、
食料不足の実態に関する情報を厳しく統制しています。しかし脱北者の証言や国際機関の報告からその深刻な状況が明らかになっています。脱北者たちは食べ物を求めてゴミを漁る人々、栄養失調で学校に通えない子どもたち、そして絶えず空腹との戦いを強いられる生活の様子を伝えています。このような食料危機は直ちに人命に関わる問題だけでなく、長期的な健康問題や国の発展にも深刻な影響を与えます。栄養不足は子どもたちの身体的、知的発育を妨げ、全世代にわたる貧困のサイクルを生み出しています。また、飢餓は人々を絶望に追いやり、国内の不安定を高める要因となっています。北朝鮮の食料不足問題の解決は、国内政策の見直し、農業生産性の向上、そして国際社会との協力による長期的な取り組みを必要とします。しかし、現在の政治的、経済的な状況では、短期間での改善は困難であると考えられます。国際社会は、人道的な観点からこの問題に対処するために、継続的な支援と政策の変更を求める必要があります。食料不足は直ちに命に関わるだけでなく、国の将来にも深刻な影響を与えるため、この問題の解決は北朝鮮だけでなく、世界全体の責任でもあります。北朝鮮の食料問題は、家族の絆にも深刻な影響を及ぼしています。十分な食事を与えられない親は、子供たちの健やかな成長を支えることができず、家族としての役割を十分に果たせない状況に置かれています。また、食料を求めて家族が離散することも少なくありません。北朝鮮の食料問題への取り組みは、単に個人の生存の問題だけでなく、家族と社会の絆を守るためにも不可欠なのです。国際社会は、この問題への理解を深め、北朝鮮の人々に寄り添った支援を続けていく必要があります。北朝鮮の人権問題は、世界でも特に深刻な状況にあります。国際人権団体や脱北者の証言によれば、北朝鮮政府による政治的弾圧、強制労働、拘束施設での虐待は日常的に行われており、国民の基本的な自由と権利が著しく制限されています。家庭内でも政治的忠誠が強制され、異を唱えることは非常に危険とされ、時には命をも脅かす行為となります。北朝鮮の政治体制は、金正恩氏を頂点とする一党独裁制であり、政権に対する批判や反抗は厳しく罰せられます。国民は政府の方針に無条件で従うことが求められ、政治的な自由や表現の自由は事実上存在しません。政府に対する批判や異議申し立ては反逆行為とみなされ、その家族を含めた厳しい罰に直面する可能性があります。このような政治的弾圧は国民を恒常的な恐怖の中に置き、政治体制に対する忠誠を強制しています。また政府の方針に反した者や政治的な理由で逮捕された者が強制労働キャンプに送られることが報告されています。これらのキャンプでは非人間的な条件下での過酷な労働が強いられ、食料不足、衛生状態の悪さ、医療サービスの欠如が常態化しています。多くの囚人が拷問、虐待、さらには処刑に至るまでの暴行を受けているとされ、人権侵害の実態は極めて深刻です。そして国家に対する忠誠は幼少期から教育を通じて徹底され、家庭内でもこの忠誠心の表明が強要されます。教育機関では金正恩及びその先祖に対する崇拝が強調され、政府の方針に疑問を抱くことは許されません。また家庭内でも政治的な話題において異議を唱えることは家族全員の安全を脅かす行為とされ、政治的な監視は私生活にまで及んでいます。北朝鮮の人権問題は国際社会全体で取り組むべき喫緊の課題です。国連や人権団体は北朝鮮政府に対し、政治犯の解放、強制労働の廃止、表現の自由の保障など具体的な改善措置を求めています。またそれと同時に北朝鮮の人々の生活を直接支援することも重要です。国際社会は北朝鮮政府との対話を続けながら、北朝鮮の人々に寄り添った支援を強化していく必要があります。人権の尊重は、
北朝鮮の持続的な発展と平和のためにも欠かせない基盤なのです。北朝鮮の家庭事情が改善していくかどうかは、国内外の政治経済状況によって大きく左右されます。短期間での顕著な改善は難しいとされていますが、国際社会との対話による経済制裁の緩和、外国資本の流入促進、および国内の経済改革の進展は、長期的な生活水準向上に向けた希望を提供しています。国際社会との対話は、経済制裁緩和に向けた重要なステップです。核開発縮小や人権状況改善などの条件を満たせば、制裁解除や緩和が期待でき、これが北朝鮮経済に新たな活力をもたらすでしょう。このような外交的進展によって、国内経済活性化と国民生活水準向上に寄与することが可能になります。また、市場経済要素の導入、農業生産性の向上、外国との貿易関係強化などの経済改革は、経済格差の緩和と社会安定化に貢献すると期待されます。教育や医療サービスの質向上、インフラ整備なども、国民生活向上に重要な役割を果たします。国際協力の促進も北朝鮮の未来にとって不可欠です。国連や多国際機関、個別国家との協力による人道支援や経済開発プロジェクトは、食料安全保障、医療、教育分野における国民生活の基本的条件改善に大きな影響を与えます。これらの努力には時間と多大な協力が必要ですが、国際社会との対話、経済改革の進展、そして国際協力の強化を通じて北朝鮮の生活水準向上に向けた道が開ける可能性があります。北朝鮮の未来への展望は、国内外の政治経済状況の変化と、それに伴う様々な取り組みによって形成されることになるでしょう。北朝鮮の家庭が直面する困難な状況を改善するためには、北朝鮮政府自身の努力と、国際社会の理解と支援の両方が不可欠です。政府には、国民の基本的な生活を保障するために、経済政策の抜本的な見直しと、資源の公正な分配が求められます。また、それと同時に国際社会は北朝鮮の人々の実情を深く理解し、人道支援と技術協力を通じて、北朝鮮の発展を支えていく必要があります。教育、保健医療、食料安全保障などの分野での国際協力は、北朝鮮の家庭に希望をもたらす重要な鍵となるでしょう。北朝鮮の家庭が直面する課題の解決には、北朝鮮内外のすべてのステークホルダーの知恵と協力が不可欠なのです。北朝鮮の家庭事情は、国際的な緊張関係や内部の経済格差によって複雑な状況にあります。経済的な困難に直面しながらも、北朝鮮の人々は日々の生活を送っています。このような深刻な問題に直面している現状が今後どのように変化していくのか注目していく必要があります。当チャンネルでは今後も朝鮮関連の情報を解説しますので、動画を楽しんでいただけたら高評価とチャンネル登録をお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。